読売新聞の木下です。関西広域連合の、設立から3年を12月迎えますのでお尋ねいたしますけれども、橋本市長からご覧になって、この広域連合でこの3年間で最も成果があったと思われる内容テーマは何でしょうか。でもそれも行政がやってる仕事ってもうものすごい量があるので、一つ二つの話じゃないですからね。一番やっぱり関西広域連合のメリットと言えるのは、さ、行政組織が一緒になって仕事するってことですよ。それぞれの府県の行政組織がね、いつも言ってますけども、知事とか市長がやる仕事なんていうのは行政実務のうちの 1% あるかないか、もっと少ないかもわからないですよ。日々行政組織が動いて行政っていうものは動いてるわけでね、それが関西の府県政令市というものがそれぞれまとまって、一つの組織として動くっていうのは、これはやっぱりすごいことだと思いますよ。それは防災一つ取ったって、じゃあ防災計画作りましょうって言った時に、それぞれの府県で作るんじゃなくて、関西広域連合が陣頭指揮取りながらやればですね、ピシャッと関西のそういう計画が作れるし、行政というのは基本的にはやっぱりそういう計画を作っていく、で計画を作った計画を実行していくということですから、それを7つ8つ、いやそれ以上の行政の組織が一つにまとまって仕事をするというのが一番重要なことです。これはもう僕がいつも言っている大阪都構想に通じるところあるんですけども、組織が別々だったらみんな意思決定が別々になって違う方向を向くのがね、関西広域連合という一つのこの器の中に関西の府県政令市が入ることによって、一つのある意味意思決定でね、実際にはそれぞれの府県でもまた議論はあるんですけども、基本的には関西広域連合委員会と関西広域連合議会っていうこの一つの意思決定に基づいて、関西の10を超す府県と政令市が行政組織として動いていくっていうのは、これはすごいことだと思いますよ。やっぱり意思決定機関が10も12もあればそれはまとまらないです。今関西広域連合という意思決定機関一つの下で関西全体の政令市や府県が動いてるっていうのは、これはやっぱり行政組織が一つの意思決定で動くっていうのは最大のメリットじゃないでしょうかね。どのテーマって言われても、もうそれはもう山ほどあるのでこれって挙げられないですけどね。逆にうまくいってない点、課題だと思われる点、やっぱり限界があるのは、その予算編成権がね、関西広域連合が持ってる予算編成権っていうものの幅が非常にちっちゃいので、ここが問題じゃないでしょうかね。本当は関西全体で予算編成権一つというものはもっともっと僕はあると思いますよ。だからそういうものがきちっとこう整備されてくると、国出先機関というものもその関西で受けていくということになって、最終的には道州制につながっていくんでしょうけども、今は一つの意思決定機関のもとに関西の府県や政令市が動いているといっても、関西広域連合が持って権限を持っているその領域というものが非常にちっちゃいのでね、だから意思決定機関が一つだといっても、どちらかというと行政の連絡機関、行政の連絡調整機関みたいになってますから、やっぱり政治的な力を持って、国に対抗していくということになれば、予算編成権というものをもうちょっと分厚く関西広域連合に、持たせるということが必要になるんじゃないでしょうかね。いろんな事業面でね。そうすると一緒に考えることができるようになったのは良かったけれども、その権限というか活動の幅自体が小さすぎる。小さすぎますね。薄すぎますよね。7分野ですか。7分野の中でも、いやそれは観光とか言うんだったらもっと分厚く関西全体の観光予算を牛耳るぐらいのね、それぐらいの組織に僕はなってもらいたいと思いますけどもね。インフラ整備でもね、今はインフラ整備になるとそれぞれの都道府県と政令市がまた各自でやることになりますけども、関西全体にまたがるようなインフラのものについてはもう関西広域連合が持つと。だから今大阪都構想でやってる話と同じです。権限と、事務とそれと財源の再整理をやっていくと、これはでも道州制の話になっていくんでね、今関西広域連合はここまでが限界なのかなというふうに思いますね。もう一点だけあえてお尋ねしますが、3年間の活動を
100点満点で表すと何点でしょうか。もう点数つけないっていつも言ってるじゃないですか。それ他の知事にもお聞きしているので、あのすみません、お尋ねをさせて。いや、もうそれはもう有権者の皆さんが決めてくれたらいいんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。はい。